ヒロ、それ青マットどう？え？やばいやばい。なにそれなにそれ。え、待ってやばいやばい。え、やばい。なになになにそれ。ヒロちゃん？ヒロ？やばいやばい。え、待ってどうしたの？ヒロ？ルンルンじゃん。わが猫。ということで皆様、はい。今遊んでる最中ですが、皆様にね、ちょっとお披露目したいことがございまして、はい。ずいぶんと前からこのわが猫ハウスをもうちょっと猫ちゃんが快適に過ごせるようにと言いますか、ちょっとね、いろいろ工夫してやっていきたいなっていうお話を進めていて、だいぶ完成してきたので、そちらはちょっと皆様と一緒に回っていきましょう、お部屋を。はい、お披露目したいからね。リビングから行きましょう。はい、あ、失礼しましょう。こっちでーす。催眠に入ってご集合。見て見て。おお。見てこんな感じでね、懐かしくないですか？ね、ちょっとテーブルと、あと食器棚を買い足しました。あとでございます。で、これにもちょっとコツというか、僕たちなりの考えがあって。そうですよ。まあ、こうステップになってるんですよ、全部が。なので背もたれとかもないんですよね。そう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 。なんかベンチで座ってる猫ちゃん風で、こちらがまだなんですけど、キャットウォークもう注文してあるので、こちらにキャットウォークをつけて、まあ、リビングは晴れて完成って形ですかね。はい。ちょっとキャットウォークつけるから、こっち来て。ビビ、こっち来て。ビビ。ちょ、こんなに糸さ、細いのにさ、あ、やばい。パピオンさん。パピオンさんの散歩。パピオンさん。ちょっと、ここ行くの。ちょっと、ちょっと。え、怒ってる。そういうことだよ、もうこれ。え、ちょっと待って、怒ってる。ビビ。ビビ？え、怒ってる、怒ってる。ビー君？ちょっとルームツアーしたいんだけどさ。そんなにおもちゃにマジにならないよ。ルビーってマジどうしたんだろう。バブが心配してる。ねえ、じゃあちょっと。で、はい、まあ1階はね、もう長らくお待たせした王室が。そうでございます。完成しました。ついに完成いたしました。じゃあいいですか、行きますよ。行きますよ。せーの、はい。すごくないですか？アンティーク調の王室が完成しました。ねえ、そう、こんな感じで、はい、まあソファーとサイドテーブルと、うん、まああとここにね、まあシャンデリアとね、はい、であとこの額縁にいろんな写真を飾りました。そうでございます。めっちゃ似合うよね。ねえ、めちゃくちゃいいじゃん。ねえ、もっちゃん。ねえ、もっちゃん。どう？猫同士で遊びたいね。めっちゃ可愛くない？ねえ、めちゃくちゃ可愛くないですか？ねえ、くーちゃんはね、こんな感じで、ここにくーちゃんの新しいお部屋じゃないですけど、はい。お家を建ててあげてます。はい、そうでございます。で、こんな感じなんですけど、はい。写真があったり、まあここも写真、うん、があったりね。そうです、こんな感じ。くーちゃんとの思い出をね。ねえ、ねえ、バブ。ねえ。で、こんな感じでバブくんはずーっと見守ってくれてんの。そう、そばにいてくれてね。ねえ。だからくーちゃん寂しくないんだよね。寂しくないね。ねえ、いや、ほんとにね。で、まあ、お花とかは、うん、本当は猫ちゃん良くないんですけど、まあ、こういう風に仕切りを作って。そう、密封にしてあげてね。そう、で、これかなり重たい、もう水槽みたいなやつなんで。匂いはご安心あれということで。で、そのお部屋ができるまでの様子であったりとか、はい、その業者さんが搬入してくれた時の様子とか、いろいろと取りだめてあるものがあるので、まずはそちらをご覧ください。今こちらの、はい、キッチンの収納、うん、みたいなのをもう一個買いました。業者さんが運んできてくれたところで、ちょうど今終わったばっかり。そう、ちょうど今終わって、まあこんな感じでもうすでに使ってくれてますが、ね、でですね、問題はこの下なんですけど、うん、いきますよ。見えるそれ。あ、見える。ちょっと汚いのはご容赦ください。ちょっと汚いのを。パンくんとお米ちゃん。そう、この二人はダメなんだよね、業者さん。業者さんがダメというか、もう見たことない人がそもそもダメだからね。ダメだね。ねえ、大丈夫だよ、お米。で、といで。出てくんじゃない？張ってる張ってる。本当に？うん、頑張って張ってる。おいでおいで、ほら、来て、おいでおいで。張ってる張ってる、頑張ってる。頑張れ。頑張れ。おー、出てった。待って、腰引けとるやん。腰引けちゃった。色も出てきた、カーテンから。あ、ほんとじゃん。色も出てきたね。やっほー。え？って。なんだあれって。じゃ多分こういうね、明るい声というか、普段通りのこういうね、ちょっと撮影してる声。そうだとすぐ出てくるね。ねえ、あ、出てくる。なんかさ、ボロボロじゃん、ちょっと。3年分ぐらい撮ったよね。ねえ、ありがとう。あなたな、あれ。大丈夫だよ、ごめん。やばい、俺ちょっと、抜けたかも。
丈夫？完全に腰抜けちゃったら。ごめんね、お米怖がらせて。そろりそろりって。あ、でもみんなすごい見てるじゃん。あれ。本当？あ、見に行ってるね。うん。様子見に行ってる。あ、待って、色見て。うん、色登ってるよ、もう。ねえ。色とか好きなんじゃない？高いとこ。好きやと思う。ねえ。あの上で寝る様子もちょっと見れそうだね。ねえ。あの、怪我だけしないようにね。我が猫。もくんどう？ね、もう完成しつつあるんだけど。もく似合ってるよ。よかったじゃん。なに、うん、今日活発やね。おかしい。あ、弱いやね。これモグの癖だからね。そう、これモグの癖。で、これを皆さんにね、見せたくて。え、ねえ、入ってこないでよ。ちょっとそっち行ってよ。お前、触っちゃねえよって。大丈夫。ねえ。ん？ねえねえ。ねえねえ、ちょっとなんか王様っぽくなってない？ちょっと。そうだね、そうだね。ちょっともう役入ってるよね。役入ってるよね。役入ってる。ちょっといいんじゃないの？やばい。まあ、そんな感じで僕も喜んでくれております。すごい、でもあれだね、活発な王様だね。すごい。今日やる気やね。今日やばいね。今日どうしたの？なんかかっこいいよ、モグ。耳すごいじゃん。しかも目もね。目も。決まっちゃってるよね。やばくない？俺ビビビだ。座ってそこで。やばいもう。俺に差し出すなって。ここ座って、そう、もうちょっと、こっちを前にしてよ、顔を。顔をこっち前にしてって。よ。僕もなかなかにおかしいよな。おかしいよな。よし。じゃあ、はい、本編に戻ります。はーい。じゃじゃじゃーん。ねえ、バブ。今日前のめりじゃん、めっちゃ。どうなったんですね、新しいキッチンで。確かに。変わったここって。なんかみんなさ。ねえ、見守りたいだよね。ね、映りたい、映りたがりだよね。映りたがりだしさ、匂いかがない。おお。大丈夫だった？大丈夫だった？ねえ、ダメで今長男くつろいでんだから。私コンパクトやな、長男。ねえ。今日も短めだね。短めの息子だったね。うん。新しいキッチンで。はいはい。はい、終わり。おーい。カメラ置いたんで。なんか面白いことやったんでしょ。面白いこと。期待されるとあれはどうなるかわからん。おい。変じゃない？なんか変な動き聞こえるけど。ねえ、みんな見てるよ、もう。音だ。感じろよ、考えるなよ。やばい。待って、やばいって。新しい家でブンブンやぜ。ブンブン。楽しい？新しいお家は。え、ちょっと待って、待って。大丈夫か、あれ。大丈夫か、あれ、プー。だよ。そっちのポールがやめとけよ。うん。危険やぞ。プー落ちるよ、もう。あそこまあまあ狭いからね。え？見た？やばい。あかん。やばいよ、やばいよ。止めない子でしょ？止めない子。地面にいなさい。危ない、マジ。落ちたら怪我する。怪我するし、そんなとこで自分見失ってどうするの？見失うとこがおかしいんやって、そもそも。崖っぷちで見失っとるみたいなもんやでね。危険すぎる。自殺行為よ、それ。プーちゃんって皆さん面白くないですか？見てて飽きないですよ、本当に。元気だから、本当に。一生元気。一生元気だよ。うわぁ！ほら、怒ってるじゃん。よく絶対出てくると思ったお米。そのためにずっと準備してたんやで、お米は。なんでこんな狙われるんだろうね、でもあの動きってさ、狙いたくなるよね、でも。友尻のトンみたいな感じ。あ、もう完全にね。うん、本日 MVP を獲得したのは、モグ王様、おめでとう。王室完成まで長らくお待たせいたしました。アンティーク調のお部屋は気に入ってくれたかな？これからも大覚醒楽しみにしてるで。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。